はいどうも、ジェネカーティー TV 長井です。今日はですね、去年カタール富山のファンの集いを JN カーズプレゼントでやらせてもらったんですけれども、その会場にもなりましたカタール富山の練習場草島の方へ今向かっております。ちょっと今運転しながら喋ってるんで、後ろ見えてますかね、あの後ろにね。はい、ちょっとカタール富山の選手の皆さんにプレゼントを持ってきました。今日ね、発表もありましたけれども、新海国籍選手もう一人ね入りましたね。あの外国籍選手をね、ブラジル人でねまとめたカタール富山の本気に、なんか僕も一つ答えようかなということでプレゼントをお持ちしてます。やばい、こんにちは。すいません、遅くなって。いいえ。このハイエース。そう、このハイエース。いいじゃないですか。いいでしょ。いいでしょ。あったらすごい移動だ。言ってるやん、リースが。リースが。あー、今欲しいでしょ。じゃあ、行きましょうよ。入れて設置して写真撮って買いましょう。下のやつ2つ3つか外して、でもここに置いたらそんなでもないね。いやでかいっすよ。本当？前のあれ俺らもこれ取っちゃって50。あ、これ50ですごい。これは家にあったらちょっとこれはこれで買いに。もう一個あるぜ。同じ。そう。あ、見事なんです。すぐ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 。おめでとうございます。自分の教えのメンタルパーテレビを私が見てきたら、テレビの方がフューチャーパーティー、フューチャーの見せてくれることがどう、私は見た目やかぶ。はい、ですね、せっかくテレビ置いてくんで、ちょっと、はい、うちの名前も残してます。はい、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 ガブちゃん、ガブちゃん、ガブちゃん、ムイトプラゼー、ようこそ富山へ。はい、というわけで、あのテレビ持ってきたんで、はい、ガブちゃんにボタン押してもらいます、ガブちゃん。はい、ブラジルからやってきました、ガブちゃんです。テレビ持ってきたんで押してください。はい、ブラジルの熱いされてるかも。熱いです、これで OK。 はい、OK。 はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそです。え、細田さんはこれお名前は言っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。主務の細田です。こんにちは。そうなります。え、細田さんは富山ですか？いや、元埼玉です。あ、埼玉。はい。まあでもここにもう10年、ちょっと10年。そうなんですね。なんか庭さんに怒られてるんですよ。たかられた、たかられたって言ったら、あのスポンサーさんが困るから言っちゃダメだって、たかられたってなってきて。すいません、でもこれで本当にあのミーティングがすごいスムーズにできると思います。いや、なんか聞いてて、はい、あのなんかまあまあちょっとちっちゃめだったからって話で、うん、うちモニターがいっぱいあったら庭さんが欲しいな、欲しいなって言ってきゃーっつってありました。ありがとうございます。はなはい、さっきもちょっとお話させてもらったし、ブラジル人選手が彼もブラジル国籍の関連なんですかね。枠全部ブラジル。ブラジル人はまあ強すぎて、ね、夢もなんか、ね、どんどんブラジルが熱くなればいいなと思って、はいはい、すいません、ありがとうございます。すいません、助かります。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ブラジルやったらワッツアップなんだ。へぇ、インスタグラムは？インスタグラムつなぎましょう。オッケーオッケー。いい点ね。
というわけで、カタール富山大営業部庭部長からご依頼の品をお持ちしてきました。本日ありがとうございました。何おっしゃいますやら、はい、なんかあの、はい、選手もリストにしてくれたんでよかったっ す、はい、いやでも本当に今日ね、またブラジル人選手の発表が。そうですね。何さんでしたっけ。ルイス・エンリケ。ルイス・エンリケさん、名前がすごいね。はい、ルイス・エンリケ。ルイス・エンリケ、あのルイス・バルセロナから来たのかなみたいなね。はい、ルイス・エンリケさんも決まってさっき、はい、あのガブちゃんと、ダウトゥ・シューバーさんもちょっと話しましたけど、はい、みんないい子っすね。そうなんですよ。いい選手取りましたね。はい、いい選手ばっかりだね。去年はあれでしたもんね。もうなんて言うんだろう、途中からの大改革でしたからね。そうです。今回はでもスタートからこの辺なんで、まあきっと J2 に、まあでも僕上がっても上がらなくてもいいですけどね。いやいやいや、そんな言っちゃダメ、そんなこと言っちゃダメ、はい、いやでも僕本当にどっちでもいいんですよ。富山が盛り上がれば。いや必ず復帰です。あの僕が間違ってました、ね、必ず上がるって。あ、でもそう、目標はそこじゃないと、ね、てか必ず上がるということで、はい、あれですけど、はい、まあなんかね、そこのお手伝いができればなということで、はい、まあこんなあの若輩者も頑張っておりますんで、あのまたね、はい、いろんな方にあの応援してもらって、いや応援にね値するあの大部長とあのね左下の社長と、はい、選手たちも本当に可愛いね。そうなんです。可愛いって怒られるけど、はい、いい子やね、なんかね、はい、なんかここから逆にね巣立ってどんどんまた上に行く選手もいるだろうし、そのままチームを盛り上げてくれる選手もいるだろうしっていう、はい、なんかついに、はい、そうですね、カタール富山がね、はいはい、サッカー界も盛り上げていくということで、はいはい、僕ばっかり喋ってますけど、いやいや僕はもう本当にありがとうございます本当に、うん、本当に あれでね、またミーティングもやってくると思います。こんにちは。こんにちは。あの、テレビ大きくなったんで。あ、ほんま。あ、モニター持ってきました。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。応援しております。はい、またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますはい、という感じで、あの、はい、はい、選手の、あ、なんていうの、あそこは食堂、うん、食堂ですけど、ミーティングもあって食堂兼ミーティング場にもお邪魔できました。はい、はいはい、じゃあということで、ジェンカジェン TV 長いでございましたが、今年もカタール富山の応援を頑張ってさせてもらっております。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。喋りすぎやろこれありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。